ハット登録してしまいました。小声、大声で言って。ありがとう。嬉しい。今日は配信終わる気配なしです。私は永遠に配信をします。<laughs> あん。うん。おん。 そう私は清楚です。その時まありがとう。ハートありがとう。今日もありがとうね。えー、こちらこそありがとう。嬉しい。完全に家ですね。おうちです。インザハウス。u s e 奥さんお疲れ様。お疲れ様。ありがとう。またメールの返信するね。ありがとう。ありがとうね。<laughs> ちょっとそう溶かしてから食べてる。お疲れありがとう。ハートありがとう。自分のほっとくらい柔らかいでしょ。うん、柔らかい。あ

うん、今日さあの,あのお出迎えで私はお出迎えをねサホと今日はペアでお出迎えしてたんですよ。そしたら私は本当に皆さんとお話しすることが本当に大好きなのでもうすっごいうれしくうるさく「うわ!」みたいな感じでなんか騒いじゃってたんですね。じゃあなんかパッて私はその。 お出迎え受付してる方と、まあ、お話をバーって「ねえありがとう!」みたいな感じでお話ししてたらなんか横からすっごい視線が感じてじゃあ左穂とその左穂の受付をしてる人がこっち見てずっと笑ってて <laughs> そうなんかずっと私の方を見て笑ってました <laughs> そうで終わった後に。 え、ねえ、嬉しいクマありがとうありがとうクマかわいいよしよしそれでなん, <laughs> なんか終わった後にあ星ありがとうなんか終わった後に祖母に「ねもうほんとにももちゃん <laughs> 面白すぎて私の受付してた人がなんかずっとももちゃんのことチラチラ見てた <laughs> ごめんほんとにごめんなさい」って,って謝りましたわ嬉しい ハートありがとうももちゃん今日お疲れ様ありがとうありがとうね嬉しかったよ今日会えてこんばんこんばんは,んばんはハートありがとうピカピカありがとうそうえ私も嬉しかったお話できておしゃべり会かなってくらい話してたねえ私本当に皆さんとう本当話すことが好きでなんか皆さんが言ってすごいおしゃ溶けてきたごめん聞なくて溶けてきたやばい そうやばいですどんぐらいまでしてるえなん何分までやったっけ始まる始まる30分前いやそんなことないうそついたえいつまでやっけフフ <laughs> なんかなんかありがとね溶けてきた <laughs> もんちゃんのうち作ったけどいつ見せるえ嬉しいまた見せてんー うんフ <laughs>、うんフフフんフ <laughs>、うんフ <laughs> んフんんフ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 んんフフフフんフフフフフうフフ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 フ 嬉しい。ハート星ありがとう。<laughs> ハートありがとう。いつかちゃんと、え、お話ししようね。私本当。だって今日さ、私受付の人が、多分私のことをあんまりね。でも知らなかった方で。なんでゃいるのみたいな。感じで言われて。<laughs> はみめ,めましてやのにめちゃくちゃ話が話しててじゃあってことで「まあ、行きます」って言われて「えっ、ー、行くんですか!」とか <laughs> えー、確かに20日の受付どうなんやろまだそれ私スタッフさんに聞けてなくてでも私は私は本当にしたいからしたい」って言うんですけどうーんどうなんやろあってほしいよな私もほんまにしたい 皆さんとお話ししたいです早く <laughs> ね早くお話しさせてさせてください <laughs> ねさせてください本当ありがとうこんばんは順序よろしくよかったえな私さ今日初めての「順序よろしくで」で本当に私は <laughs> ダンスが苦手なのでなんかできるかなって思ったんですけど 今日はね立ち位置一つも間違えずにダンスも間違えずに踊れたありがとうみんな応援してくれてうんで今日はアンナがセンターでね嬉しいアンナおめでとうハートありがとうみおみやくでみんなにお茶を見せてったらみんな育 <laughs> ったよ <laughs> 私が一番清楚ですけど何言ってるのみんなもう一つ食べよよそれは桃香ってやっちわで分かってるよありがとう <laughs> いつもありがとね幸せってこういうことのえそれなめっちゃ幸せ今でもさ溶けすぎてさもうなんか意味が分からんなんか物体になりました今めっちゃ暑いえなんか今日暑いよなめっちゃ分かる <laughs> 最近私は腕の筋肉農業してからすごい筋肉がついてこの筋肉をなんかみんなとはなみんなで4期生でみんなでわーって話して「えそうよなそうよなえそうよな!」っていう <laughs> 流れをしすぎてなんかみんな「もういい?」ってそれ <laughs>。ってあっ気られてますでも私はこの流れが本当に好きで「えそれでさあのさ」ってみんなが って言ったらみんな「うん」って言ったら「うん」って言ったらみんな「いい」って「もうえっ?」てそれ <laughs>。って言われますね最近でもどうしても見せたくてねこのなんか今までなかったこの筋肉を <laughs> うんうんうん、うん、楽しみで仕方ないえー、待ってるよありがとね来てくれるのね楽しみ <laughs> うんすごいももちゃんやっほホーそのあい食パンにのせてトーストするとおいしいらしいへえお、ー、いしそうでも初めて聞いたそういうアレンジ何かどうやって食べたらいいわけもちもち うん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 確かに物販確かにね4期生みんなで痛い <laughs> ごめんコメントがうん食べ終わった返していきますコメント <laughs> どんどん書いてねみむちゃんこのマイナさんと鶏の半身揚げから揚げってことですかいきたい初見ですありがとう今日の受付はカッピーあカッピーちゃんか当たりだ <laughs> いいな受付もまだまだ4期生と出会ってないえー ありがとうよかった嬉しいボーダーかわちえー、これ私ずつ着てるこの服イエイ順序よかった順序よかった, <laughs> かったありがとう優しいんだねえありがとうせいはい清いメンバーです20日の見送りで逆を。 お出迎ええししてほい <laughs> え待ってどういうこと <laughs> やりたいでも <laughs> 僕はおもちゃんに涙ぐりの少女え私を買ってくださいですかえ全然私はしたい私を買ってください全然言いますよ <laughs> ハートありがとうお見送りで一番うるさかったけど <laughs> ねえ本当に私うるさいのなんかみんな私黙らせてほしい 今日の受けつけももちゃんでしたかわいかったあらありがとう <laughs> 嬉しいマッチョ全然マッチョじゃないんですけどなんか筋肉がポクってなるのであのは会話をするたびにってやると「もういいってもう分かったから」<laughs> あ「ああごめんなさい」とか言いながら「<laughs> 面白い女ありがとう嬉しい」「握手会始まったら全然もう私ほんまに弱いで」 <laughs> 私ほんまに弱い悪力ほんとにゼロパーセントですカチカチ全然カチカチじゃないんですけどぷっくりなってるからずっとやってるななだみんなとかやってる <laughs> じゃあみんないいって <laughs> チューリップ <laughs> 何してんやほんまそうなんやなほんま何してるんやろって感じこんばんはこんばんはおもろいありがとうハートありがとう <laughs> もうちゃもうええで。<laughs> こんばんは。声はお疲れ様ありがとうハートありがとう。こんばんは。うるさいだめね。めっちゃ美味しい。可愛すぎるの。ありがとう。満足そうなつさんて、もう満足。私はめっちゃお腹いっぱい今。うん、う食べてみ分かった。二十日は T シャツとかグッズ持っていくね。マジ?。ない,いの?。 作ってくれたうちはえー、楽しみにしてるありがとうどんぶらこありがとうどすこいうんどすこいじゃないよこんばんはこんばんはえごめんえ鳥の半身揚げ半身揚げ作っちゃったごめんなさいでも半身買って今日は良かったですどんぶらこハ <laughs> ートありがとうカピは当たり え、当たりだよ私はハズレかもしれないけど <laughs> なんか4期生私以外は当たりだよ私の受付になっちゃったらすっごいうるさくして皆さんを恥,恥ずかしがらせてしまうね時があるんで本当にごめんなさい「<laughs> 恥ずかももちゃんに会うのも楽しみすぎて」どかかももっか言いながら「もか目当てじゃないでしょう」<laughs> えっい味 えーすごい新潟あったかい,たかいよももちゃん衣が早いそうなんだよねこのままお母さんが来てくれた時に持ってきてくれた <laughs> 土曜日もよろしくお願いします待ってるよ買う買うえ買ってくれるんですかじゃあ10億です <laughs> 10億ですこんばんは うるさいと思いませんがにぎやかではありますね <laughs> ありがとうにぎやかって言ってくれてえ美、ー、味しそうありがとうみんなお腹いっぱいえ私佐々木ささきさマクドダラダーズさんに行ってハッピーセットをね注文したんですよちょっと待って ハッピーセットをね注文したらこの車が当たりました <laughs> イエーイトミカを選びましたねサンリオとトミカがあったんですけど私はトミカを選びました救急車が欲しかったんですけどねこのちょっと訳のわからない金色の車が当たったので私はねマクドの 机で遊んできました楽しかったですハートありがとね結婚してありがとう500年後にしようね俺も今からえ一緒にし一緒に食べようありがとう食べようハートありがとねシアターくじの缶バッジゲットしたえおめでとう大当たりだ <laughs> 大当たりだ半身を上げないでごめんなさい おみちゃんは、ええ嘘ありがとうやった今日は当たりだったえー、今日ハズレ今日今日ハズレの人いないんですか <laughs> 今日私の受付でハズレだった人いないですか <laughs> いないの <laughs>、うん、受付夢のような時間だったハズレを引いたんですね私の <laughs> 受付佐藤あそうそれやったら私横におった うん、ダンブラコ高っ <laughs> ハートありがとう <coughs> え嬉しいフォローありがとう今のところカッピーとメイちゃんの受付には行ったのよねあ今日やなそれやったら石油今から振り当てきます一緒に掘りに行こう石油えっ石油ってさ「好きよ」ってどうやってなるんあれ私もなりたいなって思って,思ってるんですけど どうやったらなれるんですかスキュウって女の人はなれないとかありますかもう関係ないの多分あ <coughs> ちょっと足り,あ足りないかそっかそっか今日はももちゃん狙いでおすめに受付いた今日は早いあ、そうなのごめんねそうなんですよ私はねあのいつも受付はねなんかそのペアを決めてじゃんけんして何番目にしようっていうのを決めてるんですけど今日はね タホチンが <laughs>。タホチンがね。じゃんけんに <laughs>。参加していただきました。ディーアルカローラ。これ。いいね。これかっこいいね。受付うるさいってか、関西のり科って勉強になってます。なるほどね。トヨタのエアレスクロスですか、これ。 これヤリスクロスのススクロスってこんなんやったっけ見た目うん単身から確かにレアなあヤリスなんやへえー、欲しいなあげるあげますこあげますじゃあみんなにあ <laughs> げるよこれ <laughs> 今日サホとなのに「えこれあげる?」って言ったら「えいらない! <laughs>」「えっ、ー!」とか言って「なんで?」「いらないよ」<laughs> もんかちゃん今日はお疲れ様まで自分可愛かかったええー、ありがとう嬉しいうん受付スタッフさんだったあれなんでやろうええー、受付隣ももちゃん隣ねえね私が受付したかった普段ん外れたくないけどももちゃんなら外れて <laughs> じゃあももちゃんはめでたったし阪ン買ったいいお嬉しい <laughs> おもちゃんにも受付けしたしいなって思うけど悲しが怖くてうーん <laughs> 隣やったやんなちなみに石油新潟でも出てきますよしあ石油を掘りに行ってきます、うん、頑張ろマジでマジで頑張ります明日受付って感じ何分ぐらいえー、何分ぐらいでもなんか日日によって違うかもうん日によって すごいえっ家の裏掘った死刑がわくってえじゃあ私ホンマに掘りますよ <laughs> こんばんはまり <laughs> ナお姉さんのお気に入り写真が広かっぴだった今おもちゃんに変えてるどういうことですかまりナさんのスタコレがまだ広かのままってことですか になりたい。<laughs> 私じゃあ石油を頑張ります。とんかつ太郎さんマだです。あ嬉しいフォローありがとう。赤い車？えすごいかっこいい。ありがとう橋。カローラなんか。なんでも嬉しい。おもちゃん受付聞いたので受付しに行った。あーありがとうね大好きだよおもちゃんのサインを入れて。 え全然サインしますよ <laughs> トミカ好きえ、全然トミカ全然知らないんですけどなんかトミカ可愛いかなと思ってハッピーセット頼んでトミカにしましたわい <laughs> 数あるこれもーちゃんの両親が好きな新潟グルメはえっとね私と一緒であのねガルベストンさんっていうお店の名前なんですけどそこの お店の料理がすごく好きだし店員さんもすごいいい方で、ね、私,のか私の家族が来たら「あお前も来てくださいましたよね」とか覚えてくださっててだからそこのお店がすごく好き <laughs> ももちんって天使そう天使なんよねスキーウーは車プレゼントするのね <laughs> なるほどね <laughs> ももが来た頑張ってなまだももちゃん当たらないえ嘘ウ なります筋肉痛でみー言ってる未来が見える <laughs> 今日も可愛かったわありがとう嬉しいそうやって言ってくれたら私ほんまにもっと可愛くなるために頑張ろうってなるそうそうお見送りになぜかサホちゃんにめっちゃ笑れたいんだけど、ね、サホ最低だよ <laughs> でもあのねえっ何で笑ったんやろ私何も言ってないのに。 でも多分 <laughs> お見送りの会話じゃない今日の夜ご飯何食べるとか <laughs> そんなんやろ <laughs> い「新津」に行けば出るとえ待って「すきよ」ってさつっちゅうみたいなとこ掘ったら下からなんか「銀みたいな液がボコ,ボコボコボコって出てくるってことですかうす <laughs> きよ」に私はなる <laughs> うんなんか聞いたことある <笑><笑>わあ、ももちゃん20日公演見に行くよえちなみになんですけど今見てくださってる方で20日私の私で入いてくださるって方いますか<笑><笑>え、嬉しいフォローありがとうハートありがとうこんばんは <laughs> さっきねマリナさんの配信行ってたんですよ私 <laughs> ポッ,パ焼きポッパ焼きこの前初めて食べためっちゃ美味しかったもちもちしててこれが来た丸イさんでもお肉屋さんステーキ系あそうです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 ランダム系は推しが出ないあニーズニーズかねえ今日かエりさんがあったかエりさんとかエりさんのエピソードがあって。 お仕事、ええー、頑張ってね、応援してるよ。はーい、はーい、あ、はいって嬉しい。あ、はーい、多分、ええー、ありがとう、嬉しい。お仕事頑張ってね。どうでもちゃんめだい、あー、ありがとう、大好きだよ。ボブガちゃん、こんばんは。お世時間の配信お疲れ様です。ありがとうね。マリナさんと配信、二窓？あ、二画面ってこと？ありがとう。 20日行きたかったえ、また来てね DD が通りますびう。<laughs> 気になるありがとう嬉しい <coughs> ももちゃんのグッズで当たりましたえ、すっごいありがとう20日行くけどてんてんてんあれんんおるる20日 <laughs> はいけませんああどっかまた来てねありがとう教えてくれてどんぶらここんばんは 声ありがとう楽しかったえ今日ねカエリさん私がカエリさん本当にカエリさんえね二十日外れたえねえなんでなんで当選してあげないわけひどいよ <laughs> 今日さあカエリさん 私今日「尋常よろしく」が初めてね出演するので私本当に緊張しててで帰る時にまあ無事に終わったからね私がカエリさんに「うんって言ったらカエリさんが「本当にお疲れ様頑張ったね!」ってめっちゃ褒めてくれてカエリさんが嬉しかった <laughs> 最近すごいカエリさんになんか前までは何て言うんですかねあんまり なんて帰りさんみたいな感じで行けなかったんですけど最近はな,なんて言うんですかねその農業行ってからすごく帰りさんとお話しすることが多くてなんか安心します <laughs> そうなんですよもも <laughs> ちゃんの明るい店主つ連れてこっちもうるさくなったらごめんね <laughs> 全然オッケー一緒にうるさくなろうごめん行く予定立てなくて泣きそうえ泣かないで 泣かないで、泣いちゃだめだよ。<laughs> 泣かないで、こんばん、こんばんは。ももちゃん、グッズ古かった。あ、ありがとう。少し高いけど、とんかつタロさんに行ってみて、わかった。ありがとう、教えてくれて、お母さんたちと行く、そもそもグッズ買ってて。ああ、そっかー。そっか、そっか。すげえ似てる気がする。ええー、嘘、なんか全然似させた感じじゃないねんけど、嬉しい。<laughs> そうなんですよ距離がねカエリさんとすごいそう縮まった気がしてて私の私の中だけなんですけど「カエリさん」って言ったら「ももか!」って前までなんかももかちゃんとか「ももちゃん」とかだったんですけどなんか最近農業からかなももか指してくださってすごい嬉しいです「ももか!」って <laughs> えでも本当にいつも。 ありがとうございますって感じですうん、あ、メーナ <laughs> あ、フォローありがとうあ、カエリさんに言わしてもらってないですけど私マリナさんに言わしてもらいましたうんうんあ何,何何何コミュニケーション <laughs> そうなんですよね私本当にボディータッチがすごい多くて本当にやめようと思ってるんですけど結構ね なんか無意識にボディタッチしちゃうんで本当に気をつけます抱き別を書くまでフフ <laughs> 移動するとき下見ないでえごめんえごめんね今日の私かなごめんなさい気をつけますえっでもいそうそうなんじゃない同じつけるんじゃないいい感じだね遅刻してしまいましたヤ <laughs> っホー めっちゃ距離近くなったねねっドンちゃんじゃないのいや桃かって言ってくれましたこんばんはこんばんはボディタッチしたい時はいつでも呼んで分かった呼ぶ <laughs> 新潟グルメメメイドに西川春さんも誘ってね春るちゃんに元気になってほしいから分かったありがとう ここんばんんんばばんはは期生でコンサートの打ち上げしますかなんかさ今日アンナとお話ししててアンナとあ今日もね前座メンバーよでお話ししててアンナが、ね「焼肉打ち上げ焼肉行きたい」ってなって「え焼肉行こう」ってなったんですけどなんか「この日どう?」って言われて「あごめん私その日ダメだ」ってこうやって <laughs> 言ってたら「うんあじゃあまたまた決めよう <laughs>」。 なったんですけどなんか奈々がその時に「いやこれ決めなかった絶対行かない感じだよね」みたいな話をしてて確かにでも絶対行きたいよなっていう話をしたのでまたいつかね焼肉は行きたいですなあそう焼肉にめっちゃ行きたくて私はうんドン <laughs> <ん>さん <laughs> なあ焼肉な焼肉行きたい私も。 食べ放題私でも食べ放題行ったら元取らなって思ってしまって全然なんか食べれないのん食べれるんですけどその後になんか胃もたれしちゃうので <laughs> だから食べ放題じゃない方がいい気がする <laughs> そうなんよな13人,13人集まるのがね難しいかなって思うんですけどでも私はね本当に「いつでも大丈夫だよ」とか言って <laughs>。 そうなんよね好きな部位あるえー、ホルモン <laughs> ホルモンとハラミと塩タン塩タンです私塩タンマジで好きレモンが一番好きでーす尊い嬉しいありがとうこんばんはこんばんは <laughs> そうなんよな全員集めるの厳しいよねかた いやりなさんは私は2人でまたあのご飯食べに行きましょうっていうお約束をしてるので4期生13人はダメです <laughs> 私だけですよ <laughs> 誰もありがとう焼肉はてんてんが好きうーなんかてんてんかわいい名前 <laughs> あ誰もありがとうジョジョエ <laughs> ね食べ過ぎなんよなみゆみゆさんの家で打ち上げあ <laughs> でも行きたいですいつか分かる同じくですよ私もだよね <laughs> ねえ胃もたれ <laughs> ももちゃん今日は受付ありがとう楽しかったえー、嬉しいありがとう来てくれて嬉しいよまた来てねマリーちゃんを呼んだらいやマリナさん私と2人で行くので <laughs> 初な塩タン大好き。美味しいよね。そう三角とモツさん可、ね、食。え三角とモツさん私本当に来たいなと思ってるんですけどあそこってどこにあるんですか。ホルモン私大好き。ささぎ声塩タン <laughs> ドキッとしました。そう。牛タンね牛タン行きたい。 マリノさんとデートしたいの、ね、えそうですよ私はマリナさんと2人でご飯に行きたいので4期生の皆さんは残念ですがこの辺で <laughs> マリナさんが私本当に大好きで <laughs> ああそういうことじゃなくて <laughs> そういうことじゃないんです <laughs> あ,あ、めっちゃ教えてくれる。ありがとうね。もが来たありがとう。渋い。<laughs> え、もももちゃんのとこ渋滞してたの。え、そうなの。私全然わからへんかったんですけど、なんか普段だとなんか列が結構途切れちゃうんですけど、今日のあのお出迎えの列がすごくてなんか休む時間というかありがたいことに。 なんかその受付してる方が行ったらなんかもうずっと続いてて今日は全然今日はねあの受付の時間が私は20分間ぐらいいたんですけど20分間ずっとおあの話しっぱなしではい退場しましまた <laughs> そうだからびっくりしたなんか受付でこんなに列が途切れないことが初めてレベルだったので。 ありがたかったです。あ、サホが来てる <laughs>。そう。そうなんよね。今日阪神買って。あ、ピアバンダイ。あ、ね。あ、ねとか言って。<laughs> そうなんや。ありがとう。教えてくれて。え、行きたーい。ペンライトありがとね。揺れてる。あー、多分これかな。スマホだ。スマホスタンドかな。ももちゃん、お酒飲めますか。 ももちゃんお酒飲めるんですけどももちゃんお酒が弱いんですそして俺は隣にさほちゃんに言った「あっ沙ね。に私もさほの受付行きたい <laughs> あ」「あさほちゃん」とか言ったらさほはどういうね返しをしてくれるんでしょう私に対して人気やんいやなんかそれはシンプルに受付だからまああれなんですけどでも初めてで嬉しかったですうん <laughs> サホちゃんいつもいるな <laughs> そうなんですサホちゃん私のことが大好きでこまごまは,こんばんはあサホに「神対応しますよもちろんできた」じゃあサホの受付行ったら神対応してくれるみたいです自 <laughs> 信がえ待って揺れてるってそういうこと大丈夫みんなえ私大丈夫え大丈夫みんな ごめん気づくくの遅ななってえ、大丈夫なんか余震とかもあると思うので皆さん、ね、私の配信をばっかじゃなくてなんかニュースとか見てくださいえ大丈夫ですかえー、四角えー、大丈夫かな心配私の実家も近いので心配ですね 塩対応だったりいや私は塩対応しないよモモちゃんやほえ震度六ね待って大丈夫マジでみんな本当にあの見てる方でその揺れてる方がいたら本当に私の配信は全然見なくていいのであの自分の身を守ってください本当にえー、大丈夫本当にえマジで大丈夫大丈夫かな でも大丈夫じゃないよね。大丈夫かな。ええー。切った方がいいかな配信大丈夫かな。うん。サオちゃんめっちゃえー怖いそこ。サオちゃんめっちゃいい子だったわ。えそうサオいい子なんです。<laughs> そう。大丈夫あ大丈夫よかった。おも,もちゃん軸大丈夫なんかさっきめなんかメッセージがバって上に来たんですけど。 大丈夫って書いてるので、多分大丈夫だと思います。<laughs> 四国の人、大丈夫ですか。大丈夫ですか、本当に。ええー、六。ええー、ね、心配だね。うん。ね。あ、大阪大丈夫、よかった。 うんでも余震気をつけてください本当にこれ配信切った方がいいんですかね一旦切った方がいいわかったこれ壇上どうしたらいいかな一旦切ります